これがですね、要するに、イリノハニーっていう感じで、こっちは数字が振ってある。で、イリノ一番柱はここだと。イリノインね、おしゃれだね。はい、こんにちは。こんにちは。屋根工事、外壁工事専門の山田です。いつも動画をご視聴くださいまして、ありがとうございます。今日の動画なんですけど、Q&A のコーナーになってます。それではですね、早速、質問の方、お願いします。教えてください、はい、割り付け図を書くときに窓周りとか静寂板が2から3センチ足らない他のときどう処理しているんでしょうか。なるほどなるほど。ホーキングだとぶっとくなるし、スタイピングだとしゃくり部分の1から2センチほどの細物が入ってしまいます。なるほど。あと金具留めで再下段をスターターに乗せるタイプのサイピングは再下段で高さカット調整はできませんよね。なるほどなるほど、はい。あと合わせて質問です、はい。ビルトイン車庫の奥の壁の目地位置なのですが、はいはい、図面図で見たときに目地が通るように正面壁の目地位置と合わせる方がいいですか、それとも車庫奥の壁はその面だけ綺麗に見えるようにセンター折り付け等で折り付ける方がいいですか、よろしくお願いします。はい、こういった内容で。なるほどなるほど、お願いします。結構長いですね今日。そうですね、トータルで、まあ、分かりやすく言うと3つですかね、質問ありましたね。そうですね、なんとなくね、はい、1つは割り付けがの質問、はい、もう1つはスターターの部分のカットしていいのかどうなのか、はい、でもう1つはビルドインということですね、はい、そうです。承知いたします。はい、それでは、はい、これからじゃあ回答の方をしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。お願いします。お願いします。はい、というわけでじゃあ、はい、早速、はい、回答の方をしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。まずじゃあ質問者さんの一番の質問どころで、はい、窓の脇に細いサイディングが入ってしまうことがあると、はい、こういう時どうしますかという質問なんですけど、はい、ちょっとですね、今日せっかくなので、はい、建物の構造も含めてちょっと説明していきたいと思います。はい、はい、お願いいたします。はい、まず、まあ、これ基本的なことなんですけど、はい、まず建物ですね、はい、住宅の建物っていうのは一つ一つこの柱とかが基本的に立ってますよね。でその柱の間隔っていうのがもう決まってます、はい、っていうのが尺モジュールと呼ばれるものと、はいはい、メーターモジュールと呼ばれるものですね。はい。はい、そうです。でもう一つは、時々あるんですけど、幕ずれというものがあって、うんうん、はい、これはね、設計士さんによって様々です。はい、どうしてもその敷地の中で、この規格のサイズで立って いけないというか、はい、ちょっと ロスが出たりする。うん、そういう場合は、ちょっと間を崩してね、はい、立てる時があります。はい、なので、基本的にはこの尺モジュールっていうのは、一尺五寸、はい、まあ、455の柱、心身で、もうそのピッチで立てていくと。それが尺モジュール。で、もう一つは、メーターモジュールは500ミリのピッチで柱を立てていきます。はい、ですね、はい。で、それがまあ、これ、平面で見ると、まあ、よく大工さんのね、柱なんかに、いろはに、ほへったんて、の1、2とか書いてありますよね。はいはい、これがですね、要するに、いろはにっていう感じで、こっちは数字が振ってある。うん、で、いの一番柱はここだぞと。だいたい角はまあ投資柱とかね、立てるのが普通なんですけど、はい、まあこんな感じです。で、この1個のマスのことをグリッドというふうに呼びます。なので尺モジュールの場合はこのグリッドはだいたい尺5じゃなくて3尺ピッチで計算するんで、900棟かける900棟の間取りですね。グリッドですね。で、メーターモジュールの場合は1メーターかける1メーターで1つのグリッドというような考え方です。はい、で、質問者さんの質問ですと、要するにサッシの脇にサイディングの細物が入るということなんですけど、これ基本的には1センチ、2センチのサイディングっていうのが入らないんですね。基本的な考え方だと。はいはい、っていうのは、なぜかと。こちらのちょっと不格好な立面図ですけど、はい、説明させてもらいますと、先ほども言ったように、柱芯とこの真柱とかあるんですけど、この芯芯が基本的には尺モジュールの前であれば尺5でずっと立ってるじゃないですか、うん、はい、そうすると例えばこういうタイプの形の家の場合、サイディングの低尺ってわかりますかね、はいはい、1枚の長さです、はい、これはもう決まってます、すべての洋魚系サイディングが基本的には3030ミリ、はい、ね、10尺と呼ばれる単位で現場に入ってきます、はい、それを現場でこの間に合わせてカットするんですけど、はい、
基本的には錯誤の倍数ですので、455の倍数。ですので、基本的には、尺でやる場合は、ね、9尺とか、うん、で、6尺とかね。はい、これ、ビリのメーターモジュールでやる場合は、3メーター、3メーターの2メーターと。はい、まあ、これ、約ですけどね。はい、まあ、こんな感じで割り付けます。そうするとですね、サイディングが、要するに柱芯のこの真ん中まで来るわけなんで、だいたいね、細くなっても、基本的には、一寸とか、まあ、要するに30センチじゃないね、3センチ。とか、だいたいそのぐらいの幅になるんですよ。はい、なので、1センチとかっていうものが入る場合っていうのは、どうなんだろうな。まあ、若干やっぱりその下地の抜きの位置とかがちょっとずれたりとか、うん、はい、なんかどうなんだろう。割り付けの図面で見てる段階では、なかなかそういう時ってないと思うんですよ。うん、そうですね。はい、だからあとはフィックスのなんかこう飾り窓が入ったりとか、はい、そういう場合はもしかしたら、まあ、崩れとかあってね、うん、そういう場合はあるかもしれないんで、もしそういう場合があった場合っていうのは、これ、こういう割り付けじゃなくて、ちょっと割り付けを変えてあげる。うん。うん、もしこの996っていう割り付けで、そういう細紋が入る場合であれば、逆に3993とかね。はい、うん。ここの6尺を3尺に振り分けてあげたりして、その目地をずらしてあげる。うん、そうすることによって、その細紋が入ってしまうところに、無理に目地を入れないで、別のところに目地を作ってあげる。はい、そういうことをしてあげると、ね、その細紋が入らない。はい、ただ、やっぱりちょっと、今回みたいにね、ちょうどいいこう割り付けだといいんですけど、ちょっとやっぱり目地をずらすことによって、材料のロスっていうのがちょっと出てきたりするので、そこはね、どうしても、見た目を重視する場合であると、出てくる場合があります。はい。まあ、メーターモジュールだったりするとね。はい。そこはなんで、うん、ちょっと材料のコストとかね、全体の、まあ、予算なんかとこう見比べながら、うん、見ていった方がいいかなと思います。ただその1センチ2センチをこう、そのサイディングで貼るっていうのは基本的には難しいですね。うん、ですね、うん、はい。こんな細くなっちゃうんで、うん、やっぱりちょっとね、なんか余震なんかで揺れるだけでも、やっぱり外壁って結構硬いようで、意外とね、うん、ナイーブな、ポキッとすぐ折れちゃったりするんで、はい、うん、まあ、できたらちょっとその、そういう場合は、ジョイントの位置をずらしてあげる。そういうように対応していただければいいかなと思います。はい。そうですね、はい、あともう一点の、そのスターター部分ですね。はいはい、で、スターター部分の説明はですね、単純に、やっぱり金具止めの場合ですけれども、はい、これ、サイディングを横から見た場合なんですけど、はい、この赤い線で書いたのがスターターです、はい。で、このスターターにサイディングを乗せるわけですよね。はい、で、金具工法のメリットっていうのは、はい、当然、表面から釘を打たないっていうのがメリットですよね。うん、はい、そうですね。ね、だからスターターを使っていくと、うん。だけど高さのなんかの関係でスターターを使わないで施工することもできるんですけど、うん、はい、その場合はスペーサーっていうものを入れてね、うん、どうしてもこれスターター使わない場合は、例えばここで切ったとしますね、サイディングをね、はい。そうするとスターターは使えません。ということは何かで押さえてあげなきゃいけない。うんうん、はい、そうすると当然正面から釘打ってあげますよね。はいはい、なのでスターターを使わないで切断して貼れるんだけれども、うん、そこはもうどうしても表面から釘を打つ、うん、まあビスを打つとか、そういうような収まりになるので、はい、うん、そこもですね、僕はまあどちらかといえば、まあ極力スターターはね、使ってね、施工していった方が見た目もいいかなと思いますんで、できるかできないかで言ったら可能なんですけど、うんうん、そこもまた見た目があるので、よくね、お客さんなんかと相談して決めるとよろしいかと思います。はい。はい、ありがとうございます。はい。で、最後の、はい、質問ですね。はい、このビルドイン車庫、はい。これ最近よくありますよね。はいはい、ビルドインね。はい、おしゃれなね。ありますね。あります、あります。で、ここもですね、先ほどのちょっと目地の割り付けと同じような話になってくるんですけど、例えばここ、全体の総長線、総長で15尺の、まあ、マダップとしましょう、うん。で、その時に、まあ、外側の外壁材であれば、例えば、7尺5寸、7尺5寸で割ってあげることによって真ん中に目地持ってこれます。うん、はい、例えば、9尺と、まあ、6尺とかで割ってあげると、ちょっと目地が真ん中にず、うん、ね、はい、持ってこれないと。もしくは、この真ん中の、その内側のね、この、
目地、うん、これも別にこっち側にずらすこともできますよね、うん、なのでこれはねどっちが正解っていうのもないんで、うん、これやっぱりもうお客さんとか、設計士さんとか現場監督さんなんかがもう見た目でね、うん、やっぱり判断して、はい、こっちの方の収まりがダメだとか、うん、こっちの方が正しいとか、うん、そういうのはありません、うんうん、ただ先ほども言ったようにこの7尺5寸とかの割り付けにしてしまうと外壁の半幅が2尺5寸じゃないですか、うん、で2尺5寸って意外と使えないんですよ、うんで、2尺5寸のその下って今度1尺5寸になるわけですよ。はい、さっきのこの、ま、あのメーターモジュールと尺モジュールの話に戻ると、はい、1個のこの間が1尺5寸とか500ピッチでできているわけなんで、それ以下のところに下、こういうところに下地打てないわけですよ。うんうん、この柱とか間柱があるところに下地をやっぱり打つ、うん、打つので、うん、結局ね、その2尺5寸っていう半端がね、出てしまうとね、切り回しができない。うん、それが、この7尺5寸の痛いとこというか、うんそうね、そう要するに外壁のトータルの材料費が上がるわけなんですね。そこがちょっと問題なんですね、はいはいはいうん、なのでまあこれもどっちがいいかっていうのはないので、うん、まあこれはもう本当に、うんまあ、僕だったらまあ合わせた方が見た目を重視するようであればよろしいかと思いますね、はいはいはい、でついでになんですけどこれちょっと質問にはなかったんですけど、はいこういう、まあ、入れ墨ね、はいうん、ビルドインもそうですし、玄関なんかもそうなんですけど、うん、サイディングを施工していく上で、こっちは、ね、こういう場合があるんですね、うん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 。これ何が言いたいかというと、このコーキングが、ね、同じように貼ってあるようなんだけれども、うん、まずはこの奥の方の、ここを一番に貼ってやる、うんで。その後から、両脇の袖壁っていうかね、はいはい、を外壁施工してあげることによって、要するに正面から見たときに、コーキングが見えないわけですよ、うんうんうん。これはね、どちらかといったらこっちの方で施工していく方がいいかなと思いますね。まあ、ここにも書いたんですけど、このビルドインの外側と中側は、まあ、うん、正解はないんですけど、迷ったら目地は合わせるといいかなと思いますね。はい、ただし材料費はちょっと、うん、かかってきます。はい。まあ、今日のね、動画は一応ザザッといきましたけれども、まあ、こんな感じですね、はい。はい。よろしいでしょうかね。はい。いいですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。はい、というわけでですね、本日も動画最後まで見ていただきまして、ありがとうございます。まあ、今日は大きく分けて3つね、質問がありましたけど、まあ、どうでしたかね。分かっていただけたでしょうかね。はい。とても分かりやすい。そうですかね。いやいや、そう言っていただければありがとうございます。まあですね、ヤマタク TV の方ではですね、YouTube のコメント欄にですね、質問、リクエストとかね、こういった質問なんかも随時大募集しておりますので、コメント欄の方に書き込みよろしくお願いします。はい、それでは高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。